演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら業務スーパーで買ってきたミルクバターに取り立ててきましたので、こちらを食べていただきます。チョコレート菓子やチップス、マシュマロクッキー、いろいろありますね。それではどれから食べようかな。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまずはこちら2種のチップス、さらにチョコパイやチョコレートといった、開けたらもう一気に食べたので、どれくらい食べていきたいと思います。ではいただきます。まずはココナッツチップスから。なんかチップスっていうよりはなんか姿揚げみたいな感じになってますけど、ではいただきます。チップスサクサク、チョコレートは程よく甘い、でもちょっと個性が足りない、レーズン甘酸っぱい。プとバナナチップはどちらも素材の味、噛んだ瞬間に素材の味がサクッとした揚げ物、チップ特有の油食感とともに口の中に広がってとっても美味しかったです。あの音は通っていいんですよね、こういうの。ココナッツは 40g しかないので物足りないのかなと思ったら全然そんなことなかったです。バナナの方もバナナの甘さがしっかり感じられて、バナナの好きなお酒できますよ。そしてこちらの2種類のポーランド産チョコレート、ポーランド産と書いてるんですが、以前食べたベルギー産とあんまり変わらないような気もしますね。ミルクの方は程よく甘く、ダークの方は程よくビターで美味しかったですが、ちょっと他に比べて口は弱いかなって感じですね。でこちらのレーズンコーティングチョコレート、以前食べたクランベリー、ストロベリーと同種の仲間ですね。レーズンの甘酸っぱさはそれらにちょっとまた違ってとっても美味しい。では続きまして、ここか、こちらのビスケットやマシュマロなどの大容量、ほとんどのものを取り除く、キャラメル、これキャラメル、チョコパイ、まずはこのジンジャービスケット、これ食べてみたかったんですよね。でもなんか普段行くお店に売ってなくて、今日は違うお店に行ったんですけど、これ用意してみてました。断面はこんな感じです。ちょっと折れちゃってますね。ではいただきます。うわ、生姜が思ったよりずっとすごい。マシュマロはもっちもちでもいいな。次は焼いたり火こぼしたりしてみたい。チョコパイはロッテのチョコパイに比べると、まあ、これもロッテなんでしょうけど、韓国なんで、中のマシュマロがもうちょっとふわっとしているような感じで、マシュマロ弾力もどうやらね、こちらの方がおすすめですね。そしてこの後食べた2種類のキャラメル、これはどちらもキャラメルの素材の味は濃厚で美味しかったです。噛みながらの気分転換にいいですね。そしてこちらのマシュマロはふにゅっとした食感がとても大きい分感じられて、とってももちもちしていて、もちもちで食感が好きな方はぜひお勧めしたい一品です。そしてジンジャーブレッドクッキーは本当に生姜の香りがよく効いていて、甘いビスケットやクッキーとはまた違った美味しさがありますから、今回の一番のお気に入りですということで、こちらの点数とさせていただきます。その次はレーズンコーティングチョコレートでこちらの点数、その次は同率でバナナチップとココナッツチップでこちらの点数とさせていただきます。これもどれも美味しかったですね。まあ、こういうのが春から業務スーパー行くのはやめられません。というわけでご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。